続いては大分市南春日にやってきました。住宅街の中に佇むこの看板が目印ですね。味どころ都市の、わー、店内おしゃれな感じ、壁がとてもおしゃれですよね。いい香りがしてる。これはくつろげそうですね。この壁の装飾ですよね。そうですね、やっぱこうインパクトがあるようにと思ってですね、まあ、モダンでこのお店を作りたいという気持ちで大工さんにやってもらったっていうのがですね、ライトで照らされることでまた凹凸がくっきりして波打った感じに見えますよね。テーブル、カウンターも1枚板。そうです、全部1枚板で作ってもらいました。これはゆっくり過ごされる方多いんじゃないですか。そうですね、ゆっくりしていただけるお客さんが多いですね。木のぬくもりが感じられる店内、その年野のお昼のおすすめは旬午前プレートランチ。天ぷらのほか季節ごとに様々な味が楽しめる要予約のセットです。これもしかして中に。そうです、中に入ってます。オープン、じゃーん、わー、豪華。開ける楽しみもありますよね。何が入ってるかっていう楽しみがあると思います、お客様も。秋をまずこの上のご飯から感じたんですけども、はいはい、秋鮭ですね。天ぷらからですかね。そうですね、天ぷらから食べていただけるお客さんが多いですね。あったかいものからですね。今日ですね、エビの下に大根ですね、大根も一回お出汁で炊いて、でそれを天ぷら粉つけて揚げて。結構天ぷらって珍しいですよね。そうですね、珍しいですね。お出汁の風味が良い。大根が柔らかくて、そうですね、味が中までしみしみですよね、はい、ちゃんと麺取りもして下茹でして、それからお出汁で炊くようにですね。もう下準備が何時間かかってるの。そうですね、仕込みは相当時間かかります。上にあるこれは栗の冷製スープです。結構うち旬のものでスープを作ったりするので。この前夏だったらどんなものが出てたんですか。夏は桃をして、それからパイナップルしました。そんな果物のジャンルまで。わあ、とろみのあるスープなんですね。おいしい。後味あっさりなんですけど、しっかり栗の甘さ、旨味が生かされていて、具材忘れちゃうもん。結構皆さん最後に食べられる方も多いんですよ、そのデザート代わりとして。栗の実がゴロッと入っていて、スープの味わいを深めてくれます。続いては鮭の身の色が食欲をそそる炊き込みご飯をいただきます。もう秋感じられますね。結構あっさりしてるんで、ご飯もですね、食べやすく。この秋鮭の塩味とご飯のお出汁が、お出汁が、はい、全部お出汁で炊いてるんでですね、ご飯も。私大好きなんです、茶碗蒸し。茶碗蒸し、うわー、あんがたっぷりですね。中にホタテとなめこが入ってますね。おー、うん、つるんぷるん、はい。このあんも新生姜のあんですね。生姜の香りがいい香り。あー、ホタテだ。うーん、魚介の旨味も出てて入ってますね。でお出汁もやっぱ味が出るからですね。旬のものを食べながらゆっくりと時間過ごしてほしいですよね。そうですね、お客様にもゆっくりしてもらえるような空間をやっぱ作ってるので、コーヒーは飲み放題なので、もうゆっくりしてもらえるようにと思ってですね。くつろぎスペースがもう整ってますね、はい、